皆さん、こんにちは、大地です。昨日もお知らせしましたが。 コーチングの,の作り方第ほんということでね本当にどうもありがとうございますいろんな人が読んでてくれてて、えー、昔のね同級生から連絡あったりとかそれからあとね美容室のねオーナーさんが読みましたって言ってくれてで、えー、お客さんとのね会話もそれから従業員のマネジメントもそれから子育ても使えていや本当に素晴らしいとで今奥さん読んでますなんて言ってくれてねすごく嬉しかったり、まあ、よそのね出版社の方も、ね、うちでも書かれて かないかなててて言っっくださって、まあ、いろんな方がねあの良かったとかこんな風に使ってるって教えてくれてる中で一つやっぱり評判が良かったのが57ページのね価値観リストというやつで、まあ、価値観リスト自体はね、えー、この YouTube のチャンネルでもご紹介したことありますけれどもやっぱコーチングにおいては価値観ってとてもとても大切なもので,でゴールっていうのをこうね 目指してコーチングやるっていうのがまあ伝統的には多いわけなんですけどでゴールとかねビジョンとか言われてる未来どうなったらいいっていうのもとても大切なんですけど、えー、もう一個やっぱり今からねこの毎日大切にし続けるものね自分らしさでありまあ自分がね何かをやるやらないの 判断の指針になるような、ね、判断基準なんて言ったりもしますけれども価値観っていうものをやっぱり自分でちゃんと理解をしておくんで自分は何を大切にするのかって、ね、いうことを自分で分かってないとねで価値観っていうものはね まあ方位磁石に例えば例えられることもあるこれねあのスティーブン・コビー博士なんかもそういう言い方してたんじゃないかなと思うけどあの方位磁石だからどっちに自分が進んでいくかっていうことですよねでだから西に進むなら西に進みますとか東に進むなら東に進みますね自分が大切なのはあっちの方向ですっていうのがあってでゴールっていうのはその途中途中でねこの達成するものとか通過するものとか体験するものなんですよねで アクセプタンスコミットメントセラピーっていうねあの、まあ、認知行動療法のえ新しいやつがありますけれどもでそれのねえ先生であのたくさん本も書いてあるラス・ハリスっていう人はえ愛することと結婚の違いだ例えそういうね例えをあの使ってますけれども愛することっていうのは ね、今この瞬間からできるしそして未来永劫ずっとこれを続けていくことができるわけなんですよねこういうのが価値観で、ね、今この瞬間から終わりなくずっとこの大切にしていくものそして結婚っていうのはその途上であるゴールですよねだから何年何月までに結婚するぞってうねあのリストに書いておいてで結婚したらそのリストから外れていく。 でも愛することっていうのはその手前にもその後にもずっと続いていくまあそれの一つの何て言うのかなこの一律化というかねが結婚なんじゃないかみたいなことでやっぱりゴールとは別にその価値観っていうのを持ってで日々その価値観大切にしながら生きていくとかねそれからあとこの、えー、自分の目の前で起こるイベントやっぱり自分の価値観に照らし合わせてねで、えー どんな風に関わるか関わらないということを決めていくということが大切じゃないかなということで、まあ、この本の中でも、ね、価値観というものをぜひ自分で発見して、で大切にしながらそれでこう日々判断していこうとか、あとは、ね、価値観をしっかり押さえた上で価値観に基づいたゴールを、ねえー、作っていこうなんていうことを提案したりしています。ぜひあの自分自身の価値観、まあ、あのネットでも価値観って探せば、ね、あのいろんなリストが出てくるし、まあ、こういう本なんかにも載ってたりするし、えー、まあ なんなら僕の YouTube チャンネルでも探してもらえばあの概要欄に価値観リスト出したりとかってしてますけれども、えー、まあそんな風にね価値観というものにこう興味を持ってで自分の価値観を抑えておくってね、えー、大切なんじゃないかなということです、えー、よかったら参考にしてくださいそれではまた